よいしょ。おはようございます。今日は10月31日ですね。時間は時間は5時45分になろうとしています。10月、今日でも10月も最後ですね。もうだいぶ朝晩寒くなってきました。私もこんな格好してますけどね。今日は一日一回は歌おうということで、今日はですね、小倉慶さん、小倉慶さんの一杯いい歌があるんですけれどね、その中で何でしょうかね、この歌もいいかな。いっぱいはです、小倉慶さんというと、私が小学校4、5年の頃を初めて聞いてすごくその頃もう衝撃を受けまして、ねえ、だいぶ私の人生に大きくですね、影響を与えたシンガーソングライターですね。でその人の、それ小倉慶さんの中からこれ子かな、これね、白い一日、これを歌ってみましょうか。よいしょ、目の前の紙くずは古臭い手紙だし、自分でもおかしいし、破り捨てて寝転がれば僕の一日が
眺めては気もすぐかといって触れもせず、そんな風に君の周りで僕の一日が過ぎてゆく。白い一日、ね、すごくそんな、激しい歌じゃないんですよね。すごく歌詞がいいですね。これはですね、確かね、陽水さんが絡んでなんか、陽水さんは絡んでないのか。やっぱり小倉圭さんが作詞作曲されたんですね。でも井上陽水もなんか歌ってたよね、これね。歌ってたような気がするな。はい。ということで今日の一日一章、小倉圭さんの白い一日でした。今日も皆さんお元気で。ではバイバイ。